ハジアブドルラザクビン・アブドル・ファミドは、マレーシアの教育者。広島市への原子爆弾投下で被爆した、方特別留学生、アブドルラザク。マレーシア国内で、マレー語教育、ルックイースト制作家で日本語教育に尽力した人物。息子が3人おり、その1人が、ズルキフリ・アブドルラザク。イギリス領マラヤのペナントをジョージタウン出身。10歳の時に父親を亡くす。 そこで母と共に、兄がいる、セランゴール州クアラルンプールへ移り住む。そこで母も亡くしている。クアラルンプールの中学校を卒業後、1941年、クアラルンプールの小学校で、補助教員として勤務する。そこへ、太平洋戦争勃発後進行してきた、急日本軍がイギリスを排除したことにより、日本の統治が始まる。アブドルラザクによると1942年から、 日本語を学び始め、同年に、セランゴール州文教科日本語教師に任命された。村下のマレー講和訓練所に1期生として入所し、終了、皆方特別留学生2期生に選抜され1944年来日、国際学友会日本語学校での語学研修を受ける。なお、2期生は研修中東京大空襲に遭遇している。 その後1945年4月、旧正広島文理科大学へ入学し、教育学を専攻した。1945年8月6日、爆心地から約 1.5km に位置した大学校内で、ペンギラン・ユソフと二人で、戸田清教授から数学を受講中に被爆する。ちょうど戸田が二人のそばで話しかけていたところで被爆し、 木造2階建ての建物が全壊したが机とピアノに守られたため、3人とも無事で自力で脱出した。その後大学の校庭に野宿しながら、他の日本人被爆者の救助に尽力している。なお当時広島で被爆した、港特別留学生の内マレーシア人は、アブドルラザクとニック・ユソフト、サイド・オマールの3人、アブドルラザク以外の2人は、同年に被爆死しており、 アブドル・ラザクは、マレーシア人被爆者としては、唯一の戦後存命者である。同1945年9月帰国、再び、イギリス支配下に置かれたマラヤにおいて、イギリス人主学館から敵国であった日本に、留学していたことをとがめられ、日本を忘れることと、マラヤ共産党に関わらないよう誓わされたという。1946年再び教員を志し、 スルタン・イドリス師範学校へ入学する。この時期、イギリスからの独立機運が高まっていた頃であり、スルタン・イドリスはその中心地の一つであった。アブドル・ラザクは、アブドル・ガファー・ババをリーダーとする学生グループの事務局長として活動していた。アブドル・ラザクは友人に大東亜共栄圏の精神について話したと証言している。1948年同校卒業。 1949年セーランゴール修小学校で教壇に立つ。1955年スルッタンイドリス市販学校の講師に着任以降マレー語教師として各学校で指導していく。なお、マラヤ連邦が独立したのは1957年のことになる。この時代、多民族国家であるマラヤにおいて共通語であるマレー語を教える教員の育成は重要課題であり、 アブドルラザクはその一端を担っていた。1976年マレーシア国営放送で始まったジャビ文字講座に出演、一躍人気者になったという。一方で、アブドルラザク個人としては日本大使館員と交流するなどして日本語を忘れないよう努力していた。1977年、マラコーカ大学講師に着任する。 1981年、マハティール政権のルックイースト政策が始まると、1982年に、マラコーカ大日本語教育コースの責任者に抜擢され、イコード大学から日本へ留学生を送り出した。先生、ラザクと呼ばれていたという。1983年、中曽根康弘首相のマレーシア訪問時に国四東水法省受賞、マレーシア国内で、 アブドルラザクの被爆体験が取り上げられるなど、名声を得る。1995年国際交流奨励賞受賞。1998年、マラ工科大を退職。一方、1984年から自宅となりのモスクで、イマームを務めた。2013年2月、その時点で、存命の南方特別留学生の一人である、アブドルラザクに対し、 広島大学は名誉博士号を授与する。同年7月18日、重い共通を訴え、クアラルンプール病院に搬送され、そこで死去した。88歳没。ありがとうございます。